ウィリエム・ドレースは、オランダの政治家。第37代オランダ首相を務めた。明細賞の誉れ高く、2006年に、ラジオ局が実施した世論調査で戦後最高の首相に選ばれた。1886年7月5日に、アムステルダムに誕生する。中等学校を経て1906年まで、アムステルダム市内の銀行に勤務。 その後アムステルダム市議会やオランダ議会にて即記者を務める。1904年に社会民主労働党へ入党し、1910年から1931年まで同党のデンハーグ市部長、1913年から1941年にかけてはデンハーグ市議会議員を歴任した。この間の1919 19年から1941年までの22年間は、 南ホラン都州議会議員も兼務した。また、1927年から1941年まで、党役員、1933年から1940年にかけては、第二委員議員となった。その後、1945年6月24日から1948年8月7日まで、社会問題省及び、代理首相に就任。 1948年8月7日から1958年12月22日までの10年以上、4時にわたる長期政権において首相を務める。首相在任中は脱植民地化のトラウマ、福祉国家の樹立、国際的な統合及び協力といった少なくとも4つの政治課題に直面した時代でもあり、特に経済協力開発機構や北、 大西洋条約機構、欧州石炭鉄鋼共同体、そして欧州経済共同体設立については国内で主導的な役割も果たした。1958年12月に政権が崩壊すると名誉国務大臣に任命されたほか、翌年には労働党役員会議の就寝委員にも選ばれた。だが、労働党内で審査翼の動きが活発となるとこれに強い不満を示し、 37年間近く所属してきた、党を離れる。その後も高齢ながら、政界に対し因然たる影響力を発揮し、97歳まで多数の書物を出版した。1988年5月14日に、デンハーグにて死去した。101歳であった。1908年のドレス労働党会議でのドレス、エシュダネスビプロ、ハットウィレムドレスベステクライシスマナジャー。 ハット・ウィレム・ドレス・ゲコ・ゼント・デ・プレミア・ナオ・ツー・ハット・バイオグラフィー・ウィレム・ドレス・ハット・バイオグラフィー・ウィレム・ドレス・ハット・ウェア・レタ・ムゼオ・マティリー・ロージ・エル・ビブリア・テコ・ヘクター・ホドラー1947から1974ウィレム・ドレス・20ジャー・デュードありがとうございます